あったんですね。もう後始末終わったんだろうか。あ、京都市内に入ってますね。ずっと渋滞してて、国道9が長い間。交通事故っぽいですね。それが後始末ほぼ終わったな。それで少し流れが良くなってきた。でもなぜ両方通らせないんだろう。老いの坂を下っています。このあと4キロほどしたら、あの右に曲がってこの国道区から離れます。この国道区もこの亀岡を過ぎたらのんびりとこの田舎道の国道だなってずっと行けるんですね。最後は門司まで、違うか、区は。ここはどうしたんだ。こういう峠で山あったら普通これを川は越えれないだろうなって思うわけですけど、あの細川ですね、桂川は山をかじりついて砕いて砕いて出たんですね。それをやる前まで亀岡とかあっちの方全部丹波はあの炭の波だからね赤い波だっていうんだから湖だったようですよ、はるか昔は。はい。